はい、どうも、秘密結社フェイガム総帥ハッチでございます。今回はね、まあ引退ということでね、情報が出てきた選手でね、まあ橋爪選手がね、まあ結局戦力外というか、まあ契約満了からの引退ということになったみたいですね。まあ引退の発表と同時にヴァンフォーレ甲府のアカデミーコーチへの就任が発表されたということで、まあこれからね、B 級ライセンス、C 級ライセンスからかな、まあライセンス取り行ってたんだっけから、まあ指導者の道を歩んでいくってことは、ゆくゆくはね、S 級とかってありえんのかなとかって思わなくもなかったりするんだけれども、まあさよならじゃなくなったね。さよならって言わなきゃいけないのかなと思ったら、一応さよならじゃないんだけれども、まあコロナが収まらない限り、じゃあ本当に会いに行けるかっていうと会いに行けないしな、という。まあ、橋爪はね、学院出身、学院大学出身でね、まあ、そこから甲府の選手としても8年間、まあ、だから山梨に12年いてくれてんだよね、長野出身で、まあ、県外出身だけどね。で、ね、学院から、まあ、学院と、まあ、ヴァンフォーレ甲府の提携がね、今の発表されて、その年にね、加入がっていうことで、まあ、正直なところ、学院大学が、まあ、今でもだけど、東京都一部リーグ。まあ、やれ関東一部のね、あの大学からこんだけの選手が来るとか、まあ神奈川大学から選手が来るとかっていう時にはね、あれでも2部のチームやんけみたいなね、関東2部っていうところからの、ね、選手獲得でもこう2部リーグなんてスカウトの目なんてあんま行ってねえんだよぐらいのね感じだったのに、それよりさらにした東京都一部リーグから、もうこんなん確実にあれやん、もう提携するって決めたからとりあえずみたいな感じの獲得やんっていうね、もうこねこねこんなのっていう印象でした、ぶっちゃけね、最初ね、まあ露骨に言っちゃったけど、そういうニュアンスが全く感じなかったっていうサポーターも逆にいねえんじゃねえかっていう感じでね。だからそれでね、当時のナビスコカップ、今でいうルヴァンカップでデビューした時もね、サイドバックでデビューして不安定でしたよ。それこそね、確か終了間際に点取られて負けたのかな。新潟の監督さんにはね、甲府の若いやつは引き分けでね、抑えれば褒められると思ってたんだろうみたいなね、クソみたいなこと言われてね、まあお前らの方が先落ちたやんけな、結局な、とかっていうところのね、あったぐらい、確かね、橋爪のデビュー戦って結構苦かったし、まあ正直、コネで選手取っちゃって、まあ2年とかって思ったわけですよ、ぶっちゃけね。ところがですよ、そっからですよ、まあだから正直なところ、その段階で橋爪がもう22になもなってプロのレベルに落ち着いてるかっていうと、まあ正直だから落ち着いてなかったんだよね、多分。多分っていうのは、まあ試合とかちょっと見てっていうぐらいで、まあちょっとしか見れてない中でだけれども、まあ、少なくともナビスコカップでのデビュー戦とかね、そういう印象を受けざるを得ないような、まあ、そこからね、ちょいちょい選手層の薄さもあって、たまに出るとね、ちょっとずつね、まあ、良くなってんだ、もうこういう話を逆にできてしまうぐらい、もう例えば柏と交代で松橋が出たりとか、松橋が橋詰めでね、サイドバック2人で交代でみたいな感じで、まあ上下動の激しい上福さんのシステムの時からだよね、なんとかかんとかこう食らいついてレギュラー取った時期だってあったわけじゃない。そういうふうにもう思わせるところから、レギュラー取ってくれた時期があったっていうことだけでも、ああもうほんと成長してくれたなって、甲府でこう甲府の魂みたいなのをね、引き継いでくれてたなっていうのを思わせられる選手だったわけですよ。まあだから初期の期待値ってことで言えばそんな感じだったっていうのは、逆に言えばそっから成長してきた過程をね、最初の5年はもう本当に、まあ5年今適当に言ったけど、4、5年はね、最初にこうどんどんとね、良くなっていく様子っていうのを見せられて、まあここ1、2年はね、そりゃ怪我もあったりして出番減ってたけれども、本当に甲府で、山梨でこうサッカー選手として、まあ、大学でね、4年間一生懸命やって、それでだから甲府に加入してきてみたいな感じで、とはいえこう学院と甲府のヴァンフォーレ甲府のつながりで入ってきたね、まあちょっと下駄履いて入ってきた選手じゃねえの、プロとして通用するのみたいな感じで思っていたら、
さ、そうデビュー戦は本当にそんな感じだったのに、そっから本当に成長してレギュラーもぎ取って、うん、だからまあ今年ねちょっと最後試合出れるぐらいになってて、それでも満了っていうのはちょっと悲しかったし、あ地元帰んのかな、長野帰んのかな、長野にもね J2 でも甲府よりね下の順位だったチームとかね、 J3 のチームとかあるしね、どっちか行くのかな、うん、J3 のチーム行きづらいのかな、松本の方でねお友達とね子供食堂とかやってたからね、そっちならまだしも、そことダービー関係にあるチームに逆に行きづらくしちゃってんのかなみたいなね、現役続けてくんないかなみたいな気持ちはあったんだけども、まあ、長野なら行けるからね、見に行けるかなって思ってたんだけど、長野には金園が引いて、で橋爪はね甲府で引退ということになったわけだけれども、本当だから甲府ですごく成長していく姿見せてくれた、甲府の魂を担ってくれた選手なんで、甲府にずっとそのままいてくれるのは嬉しいです。また見に行きます。以上ハッチーでした。